青柳種信は、江戸時代後期の国学者、福岡藩士。沖野島五番中に記した、英知島崎森日記、藩公式の知事、筑前国属筆土奇周囲の編纂、三雲南工寺遺跡出土物の研究等で知られる。明和3年2月20日、筑前国福岡浄化事業六番長下の組、西川王館から10件目に生まれた。父,父は、や長崎、 沖の島へ、たびたび赴任して、家を開けることが多かったため、安永5年、荒と四番町、馬回り、組町、浜黒大右衛門のもとに預けられ、学芸を学んだ。安永7年3月父が隠居したため、青柳家に戻り、家督を継いだ。安永10年、荒原村健常寺東林家な山家宅を借り、兄が養子に入った妹家と同居した。天明2年戸めとなり、 天明4年江戸判定で、自己井戸南山に、左国士官を学び、天明6年、村山新兵衛が、判定寄り合い長屋に開いた学者で指定の教育に、当たった。天明6年南山と共に、香取神宮、鹿島神宮、筑波山等をめぐり、11月19日帰国した。帰国後、南山の紹介で天明7年、秋月藩藩公慶古館に入学した。 また、江戸滞在中に国学に関心を持ち、帰国後、姉妹都市を、田尻道たり、細い道をまろと交流を持った。三人からも通り、ノりナガ皇帝、腰の道をきが長崎に向かったことを聞くと、同僚の佐賀出張を肩代わりして長崎まで足を伸ばしたが、行き違いになり、天命八年帰国した。完成元年再び、江戸詰めとなると、 王路道僚と別れて一人伊勢神宮に参詣し、松坂で元織の長に会見した。江戸では野田所聖、加藤千景、青木菅根、村田春海、山本北、串本織江等と交流した。完成2年京都に上り、天明の大化で消失した御所の仮宮先行の木を廃止、江戸に戻った。完成6年2月19日帰国後、3月18日、 沖ノ島五番を命じられ、滞在中、英、え、津、ー、島先森日記を表し、8月5日帰郷した。8月下旬、事業4番町へ、支え家宅を借りて独居した。完成7年3月から完成8年春まで、長崎に赴任した。完成11年妻の実家事業3番町久野家宅に移った。関西年組小当時に代わって、 不審役所に勤め、今日は2年11月と、今日は3年2月長崎に出張し、茶屋武神を監督した。今日は3年鳥会村入口に転居した。文化元年貸子偶方兵において不審小頭として、社殿統衆像に当たった。文化3年3月18日貸子大宮寺、竹内出雲守、木下薩摩守に付き添い上京して二条る高に、会見し、上田百十、 村上清夫と千月俊信等と交流し、8月4日帰国した。文化5年2月裏方不登取りとなり、8月15日平ン号事件が起こると、長崎で防備に当たった。文化7年1月新湯必要たわら者の数量が合わないことが発覚したため、長崎詰め不信役、直井剛八の下で裏方を調査し、 金崎山アワビが兵庫港に直送されていることを突き止め対処した。文化9年7月、井上忠敬測量隊が来運すると、領内の案内役を務めて、胸方具略記五官金印略稿を書き送り、学識を絶賛された。文化9年11月15日大阪開幕の任に当たり、12月24日帰国した。文化10年、井上忠敬の 第三次測量隊が来犯した時には、病気のため随行できなかった。文化11年5月4日、国学家業場大組、6月10日、有筆記録型となり、7月23日、俗区後風土期返散のため個実調査を行った。文政元年取り替え入り口の自宅が、大風の被害を受け、取り替え茶屋のうちに移った。天保年月単位をい、 天保6年2月初め悪化し、妻と共に病床に付した。3月中旬主義を生じ、当人町の医師栗田元県の診療により5月中旬、回復に向かったが、8月30日妻に先立たれると、自身も12月17日に死去した。当初、荒原山石丸に葬られたが、後に健常寺に移送された。大正五年十一月十五日総1四位。 筑前国佐原郡ヘグリ号飯森三所神社で、最主を司った大倉氏流原田氏の子孫とも、もともと、二部生を称し、ヘグリ号田書式にあったが、原田氏の書士を養子とした際大倉生を称し、主を通じとしたとも言う。青柳種富の代で、福岡城下に移り、福岡藩列宝組選定となり、孫主営を経て、紀平寺種清の代で事業六番長下の組に移った。 父、三太少子は、佐原郡、荒原村、妹正門勝月夜の長男で、野家村に転居した後は、柳屋陽子となり、天明5年6月20日62歳で死去した。母金は、濁池弓組川東役岡村再氷への娘で、天明5年4月22日48歳で死去した。兄中八は、父の実家妹家を継いだ。妻と地は、 事業三番長久野祖七十三女で、その母が、野家村出身の縁で、完成十年結婚し、天保六年八月三十日死去した。長男長野主政、次男青柳主春は共に、国学者。長女松は、今日は2年7月15日生まれで、黒田埼玉側室新館の方が和辞助中を務めた。辞助梅は、文化4年5月27日に生まれ、 文化8年2月に死神町編元語無足組、末永木八瀬がれ元7七にとついだ。次男主春は、高野長城大組、小田千次郎次男和一郎を養子にした。和一郎は、明治16年中文化慶語村小賀谷に移り、明治23年12月27日死去した。その長男常木は、下慶語高用山に移り、大正14年9月29日死去した。 ありがとうございます。